ちょっとなんていうか、まあ、待ってみるじゃないですけど、ある程度、うん、なんかね、一緒にいる時間なのか、知り合ってからの時間とかっていうので、なんかこう、ぐっと耐えて待ってみたら変わってくる関係性みたいなのもあったりするんですかね。ああ、いいこと言うね。いや、それはね、間違いなくあると思うんですよね。だけど、それが、どういう場面で求められるかっていうかね。結局、今、病院ってどっちかっていうと、うん、スピード感を求められるっていうかね。うんうんうん、やっぱり、早く見てもらって、早く良くなりたいっていう気持ちが、みんな強いんでね。なるほど。で、それは可能なんですか？その、早く早くっていうのは。まあ、逆に、早く来なきゃダメだっていうのは、それは、なんて言うんですか？救急のね、疾患みたいな形で、そりゃ、何か、こう、早めにこれは来た方がいいっていう病状も、もちろんないわけじゃないんだけど、うん、まあ一番無理しないことだったな、だなとは思いますけどね。無理してこう、長引いていいことはないんで、あとは早めに受診すると選択肢が多いっていうのは、多分これ精神科に限らないと思うんですけどね。要は、早めに来ると対処法がいろいろあるっていうか。まあ、だから、まあ、予防っていうのはそういう部分があると思うんですけど。うん、まあ、精神科でも、絶対薬飲まないとダメだよ、こんなになっちゃったら、みたいな時っていうのは、まあ、まあ、ダメだよっていうのはちょっと言い方良くなかったけどね、今。ここまで来たらちょっと薬物療法じゃないと難しいなっていう時とか、やっぱりちょっと入院してゆっくりお休みしないと難しいんじゃないですかね、みたいな時っていうのはあるんですよね。で、ただ、大きい病院で働いてると、やっぱり大きい病院っていうのは、まあ、大変な方が比較的多いんで、要は入院が必要な方とかね、そういう方が多いと、まあ、そういう、患者さんが多いと、まあ、そういう外来にどうしてもなっちゃうんだけど、こう、そんなにひどくない場合は、まあ、駅の近くのクリニックだったりとか、自分の住んでる場所に近いクリニックなんかでも、少し自分に起きてることを話したりとか、場合によってはカウンセリングとかだって、まあ、薬物療法にするかカウンセリングにするかとかが選択肢としてね、多い場合もあると思うので、まあ、あるいは両方使うとかね。選ぶ時間もね、ちょっとあったりしますもんね。そうそうそう。なるほど。やっぱり危ないとね、こう、選べないし、誰かが逆に判断しないといけないっていうね。やっぱり危険な状態にしておけないっていうのは、そこはお医者さんみんな一緒なんですよね。基本的にお医者さんで、まあ、早く早くってなってるっていうのは、危ないって思った時こそ、早く早くって、我々だと焦るのでね。で、そうならないようにするためには、まあ、だからどうやってみんながゆとり作っていくかって話になってくるんだと思うんですけどね。